はい、ザ・ティンクでございます。それでは前回続きいきましょう。前回続きでございますけれども、オリバーの真実が分かりまして、なんとアリシアは一の国と魂を共有していた人間ではなく、なんと自分自身の母親だったというとんでもない事実を告げられ、精神的に死んでしまったオリバーですが、見事復活、グラディオンの真の力を解放し、いよいよラストダンジョンに再び行く感じになっております。なんとまあもう一遍ラストダンジョンに行くというね、完全な嫌がらせを受けておりますよ。ほぼクリア目前まで行っていたのにもかかわらずですよ。完全な嫌がらせですよね。もう嫌がらせ以外だってさ、もう間もなく抜けるって、もう間もなくさ森を抜けるってとこでさ、入り口まで戻されてまた一から森抜け、これはさ嫌がらせだろ完全に。あ、あ、すいませんでした、嫌がらせと言いましてですね、大変申し訳なく思っております。親切設計、紙の配慮、チェケラ、地図埋まってないの気になるな、地図埋まってないのが気になるからちょっと戻りますよ。ここの地図埋めます。 OK。 さあ、もうこれ多分抜けると思いますね。ここ抜け切ってボスのとこに行くと思いますんで行きましょう。え、マジでもうラストなんですかね。ちょっとどうしましょう、クエストまだ終わってないのあるけど、まあそれはまあクリアしてからでもいいんじゃねみたいな、そんな謎のノリがあるけれども、さあ行ってみよう。ここからダンジョンは続くの、まだ続きそう。なんか無駄に広いよ、無駄に広いけど、あ、下の森を抜けます、抜けました、抜けちゃいましたね、死者の森。さあ抜けましたよ。さあここからどうだ。おお、怪しい雰囲気満点だね。なんだ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 、久しぶりのアニメタッチ。待ち構えてますね、ジャボーさん。でもさ、ストーリー的にさ、まだ謎のとこいっぱいあるぜ、この二の国さ。あの、女王との関連性とか、その辺さ、全部マジ謎やで。どうすんだろうね。あ、俺ね、さっきそういやセーブしてなかったんだよ。それに気づいた、今。ちょっと待って、これセーブしとこう、一回。さっきセーブしてなかった、俺。それに気づいたわ。セーブ。一回しとこう、一回しとこう。ここね。ほらほらほら、セーブしてない。危ない。セーブデータ消えた人はどうすんの？録画データ消えてたらどうすんの？こういうことだよ、こういうね。こういうボンミスの積み重ねがね、実況生活を脅かしていく。危ない危ない。さあ行きますよ。え、ラスボス？もしかして本当に？マジ？なんかラスボスの雰囲気すごい出てんだけど、これ入ったら戻れませんみたいなの出るんじゃねえやな。あ、開く。あ、いた。出るよね、出てくれるよね。入ったら戻れませんよみたいなの出るよね。戻れないとこに来た。まだ戻れんだよね。大丈夫なんだよね。え？邪王を倒せになってる。え、マジで嘘、本当にラスト、これラストダンジョン、 This is ラストダンジョン、ラストダンジョン、 Oh my god、 Oh my god、 ラストダンジョン臭いぜこれは。 Oh my god だ。さあ、そして死者の湖でも苦戦してたのに、さらに次のダンジョンのボスが、てかザコが出てくるという、この感じ。ちょっと待って、強え、こいつら。こいつら強えぞ。やべえ。どうしたこれ。これやばいね。相手も技を結構ガンガン使ってくる感じだね。これやばい。またもしかしたら相手もさ、取るために俺、一時戻るんじゃ、吸収ってなんだ、吸収ってなんだ、ドレイン的な感じか。マルのさ、体力ってやばいや、減り。こいつら、できるな、かなり。ちょっと MP が湯水のごとくなくなっていきそうな気がするよ、これ。危ないね、そういうの。それではよろしくない。ファイヤー、めっちゃ HP 回復するけどさ、最後集まるから。みんなすごいよ、これやばいぜ、強いぜ敵。こいつらやり手だ。あっちはレベル上げ、よし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 、まあまあまあ、レベル上げはね、大事だから。今の俺の時期大事だから。え、何これ、こっちって書いてある。何これ、なんだこれ、え、触る、え、光った、なんだ、お、階段が出てきた。あ、え、え、これだけ仕掛けて動いたんちゃうか。おう、え、何このギミック、たったこれだけ。悲しいギミックだな、おい。なんかいるぜ、また。やめて、即死攻撃。
直視攻撃持ってるやつ出てきた。闇竹林、闇竹林や。ちょっと待てよ、ちょっと強えぜこいつら。頑張れ頑張れ、押すんだ雪の玉。お、全然お前背景に見つかわしくない。私くんな毒かった。最近あれだね、ちょっとあなた最近状態異常がさ多くね。それさめんどくさいぜ、結構状態異常めんどくさい。すげえこいつはガン押ししてくるね。51か、結構強いな。やっぱり痛い。あ、これ上手あんま強くないぞ。おう、これ上手強くねえよ。こいつ弱いぞ。即死攻撃来るかなと思って油断してたけど、ハサームの方が厄介だわ。あれ、そんなに強くねえ。いけるこれもしかして。おお、強い。やっぱりハサーム強い。ハサームが全然強いわ。上手弱い。やったね。これはちょっと倒す順番考えなあかんね。また新しいとこに来たから、それを考えながらまたやらなあかんっていうのはめんどくさいとこだけどね。よし、 MP やばいね。 MP の減りがやばい。ちょっと待って、これ一回使うけどさ、まあまあ結構買ってきたからいいようなもんやけど。アンロック、よし、上げてこ上げてこ。はい、ガチャリンコ。賢者の薬、いいね。もうジャボー戦はガンガン使っていいんちゃうかな。え、本当にボスジャボーな、まずそこからやろ。怪しいのはさ、まだジャボーがボスって決まってないよ。あの女王様との関係性とかさ、謎なことまだ結構多いよ、このゲーム。まだ結構ベールに包まれてること多いんだよ。だから、ジャボーか、ボスは。誰なんだ。もう、そこからなんだけど。これ、えらいこっちゃやで。えらいこっちゃやし、もうなんか、すげえいじめられてる、すげえリンチされてる。痛い。コッツ将軍もなんかもう、状態異常ばっかか、こいつら。めんどくせえな、ほんと。ちょっと待って、マジクソめんどくせえな。しかもルッチの攻撃ダメだ、いまいちだ。入ってねえ、ダメージ入らねえあんまり。いや、これもだ、嘘、硬いこいつら、全然ダメージ入らん。え、勝ったコッツ将軍、マジで。え、これちょっと武器変えなあかんやつやで、これやべえ、めっちゃ硬い。効果は今一つのやつになったけど、何なんだろう、何属性なんだお前は。何属性なんだ、余裕かましてやるのこの野郎。てめえ、お前調子乗んだ。これダメだな、そういう場合はちょっと属性のついた攻撃にしてみようかと思ったけど、なかった。炎系の技使おうかなと思ったけど、炎覚えさせてなかった。覚えてんだけど表示させてなかった。それしょうがない、押すか。ゴリ押ししかねえな。力で押そう、力でねじ伏せる。手数と力でねじ伏せる方向、なんと下道、ゲスの戦い方や。この勝利に一番近い方向だ。よいしょ、ヤシの光いらないんだよ。もうちょっと使うタイミングを考えておくれ。必要な人はもっと他にいるはずなんだ。まあ、ピタゴラのレベルがどんどん上がっていくか、それはいいんだけど。ちょっと待って、1回でさ、MP なくなってんだけど、マジで言うてるそれ。マルさん、もうちょっと君はさ、節約するっていう心がないのかね。もうちょっと頑張ってくれないか。で、これ右にあるんだろ。じゃあ先左行くか。よしよし、来いよ。まあ、まだそんな敵が多い感じはないね。まあ、避けようと思って避けるんだけどさ。デッド魔導士。魔導士怖いなぁ。ちょっと先行くか。先叩こうか。先行ってみよう。よし。ちょっとなんか魔法とか、全体魔法とか使われるとちょっと厄介臭いから。吸収。さあ、毒かった。痛い。もうすげえ痛い。すごい痛いよ。でも削って。いける。削れ。よし、削った。よっしゃ。削り切ったよ。オッケー。これ、痛い。ちょっとすごい HP 減ってる。大丈夫、お前ら。バルさん。セバさん大丈夫ですか。セバさん、回復魔法2つ覚えてんだから頑張ってね、あなた。あなた頑張って回復していこう。オッケー、よっしゃ。で、こっから、あ、上手削り切れへんな、これは。これは無理だね。これは削り切る前にルッチ退場だな。しょうがないね。ブロッケン行こう。ブロッケンジュニア。よし。ブロッケンジュニア懐かしいな。コロコロ兄貴が出たから、ちょっとあの、レッツエンドゴーの名前見て久しぶりに思い出した。よし。レイスティンガーとかあったよ。レーザー光線ピッてあったら、そこにこう、ピューって走ってて、後ろからザクッと刺すやつ。完全に反則だわ。オッケー。いいね。よし。もう40やで、MP。ちょっと変な、早くね、ほんと。これ、いじめだろ。これプレイヤー泣かせだな、ほんとにね。MP の消費が。泣かせすぎるわ。あの、歩きながら HP 回復するっていうやつあったじゃないですか。あれ、MP 回復してほしいよね。うん。そしたら、あれも取ってたのにな、すぐ。どうだ、またここできんやろ、まあ、これは分かったよ。このギミックなんだっていうぐらいのあれやけど。おお、できた。見えてた。
このギミックなんだやけどね。マジか、ラスボスちゃん、ちょっとどうしよう。ジャボーにだからどこまで使っていいのかってとこなんだよ、アイテムを。それが一番怖いんだよ。いやもうなんか全然、おお、なんかこんなとこにあるで。フェイントやな、恵みの聖水、よっしゃ。オーケーオーケー。結構長いの、ここ。暗黒の70。おお、ない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 、ちょっと傾いて傾いて、ない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 よ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なにこれ、すっげえ気持ち悪い。ちょっと待って。めっちゃ操作しにくい。なんだよ、これ。ちょっと待てよ。ちょっと待って。あ、ちょっと、違うね。向こう行っていいよ、向こう。ちょっと待って。これちょ、俺何もしないですからね、これね。ちょっと見てる人酔いそうやろ、これ。俺も酔いそう、これ。ちょっと、何これ。ちょっと。ちょっとっとのおっとってよ、ほんま。なんだ、これ。これ、えげついな。これ、えげついし、マップに表示される場所も少ないしね、さらにえげついな。なんだ、これ。何これ。こっちは？こっちもなんかあるね。あるにはあるけどさ。マジカルエッセンスやって。ちょっと待って、行ってないとこ多いけど、どこ行ってないのか全然わかんねえんだけど、これじゃあ。俺はどこ行ってないの？どこ行った、むしろ。ちょっと待って、何これ。いや、これ、気持ち悪い。これ気持ち悪いよ、これ。アトラクション感満載すぎるやろ。後ろ取った！よし。よっしゃあ、やばいやついるぞ、やばいやつ。これ、スチームやばいやろ。こいつ絶対強えぞ、これ。まずい。周りを削る方がいいか、スチーム先ネザラ方がいいか、どっちかって感じだな。コッツ将軍とスチーム一緒にいるのやばいね。多分両方とも攻撃がさ、通りにくいんだよ、相手的に。おそらくね。よし、とりあえず倒した一人。じゃあスチーム行こうか。あ、やっぱこいつも効果、攻撃力今一つの感じなやつやね。しょうがないな、これでゴリ押すか。強そうだな、攻撃とか。あ、でもそんな HP 減ってる感じないね、こっちの。あ、マルさんいじめられてる、マルさんいじめられてる。マルばっか狙ってんじゃん、こっち狙えや、俺が攻撃してんだから。何してんだ、お前。何してんお前。セバ早く回復は、セバ回復、セバ自分の回復はどうした。あいつもう回復しねえんだけど、なんてやつだ。頑張れブロッケ、やっちゃってくれ。お前のこの攻撃力なら押し切る。そこよしよし、回復してる、いい子。そうしっかり回復していこう。 HP はね、 HP 管理大事だよ。 HP 管理マネジメントしていこう。マネジメント、体力マネジメントやな。押すんだ、いけよ。頑張れる、お前ならグーパンチかませ、うぃーイエーイ。まあブロッケンの移動速度が遅い、そこだけほんとつらい。サワーグレープやって、なんかグレープもらった、技封じやって。よし、 MP なくなってたんだね。まあ大体気づいてたけどさ。いやー、つらいわ、つらい。よし、メダルのカプチーノどんどん減っていくわ。ちょっともうこのマップやめて。グレートシールだって強そう、これ。ちょっと強そう。装備すんじゃねえ、これ。来る。来たね、装備したね、グレートシールド。いいね、そういうの大事。ちょっと気持ち悪い、これ。ちょっとこれやだ。このマップやだ。このマップやだし、これどこ行ってねえのか全然わかんねえ、これ。ちょっと待って。ちょっと使ってさ、トレジャーサーチしてさ、じゃあ、迷宮の目使ってさ、このフロアにさ、取ってない宝箱ないんだったら、ちょっともう進むで、俺。取った、全部取った、臭いね、取ったってことでいい。こっち行ってないんだけど、何これ。あるじゃん、普通に。あったじゃん、普通に。なんだ、ここは分からん。とりあえず開けよう。獣王の牙、わー強そう。ちょっと待って、気持ち悪い、すげえ気持ち悪い、これ気持ち悪すぎる。悪魔の牙めっちゃつけてるな、みんな。やばいね、幸福し。よし、この辺もしっかりつけていこう。よしよし。OK。獣王の牙つけた。オリバー自身がめっちゃ強えよ、だからさ。これもう、これちょっとさ、わかんねえわ、もう。ぐちゃぐちゃだわ、俺の頭の中が。どこ進んでんだかわかんない。これ、冷静に後で見返したらわかんのかもしれんけど、ちょっと今はダメだからわかんねえわ。気持ち悪くなってくる、ほんと。なんかあるぞ。あ、緑、後ろ？え？なんだ？緑？あ、緑、この上だからか。あ、なんか走ってくるやついるね。この上なんだね。この上だから反対から取るんじゃねっていう気がする。あ、ここだ。すごい位置にあるね。ちょうどこれやっててよかった。トレジャーサーチ。迷宮の目か。鬼神のまさかり。やばい、これめっちゃ強いんじゃん、これ。これ強いぞ、これ。これ絶対強いやつや。まさかりやろ。
強いやつ。これ多分ブロッケンだろ。あれ違う、嘘嘘、違うの、え違うんだ、これも違う、えお前じゃねえの、お前だろ、えあ、器用さ下がりすぎる、もしかしてギガントクラッシュの方がいいんだ、へえ、合計ポイント的に見た時はその方がいいんだ。あーなんかいるね、なんかいるけど俺あいつは見なかったことでしょ。だってさ、ここさ、あいつ倒せなくても先進めんだ。2箇所あるね。下が本命か、じゃあ上行こうか。じゃあやっぱこいつのとこ行かなきゃダメだね。お前襲ってくんだろ、どうせ知ってんだよ。後ろから行ってる先に。後ろを取れてない、なぜなんだ、なぜなんだ。ブッキーマー、キモいやつ出てきた、キモいやつ。デルーラ母やって、デルーラもやばいよね。過去即死攻撃で俺を苦しめてきた相手だからな。ちょっと封印か、まあ、封印は全然いいわ。これセバにされない限り大丈夫だわ、うん、とりあえずデルーラ先優先で倒そうかな。よし、そんなに硬くはないね。柔らかい方は柔らかい方だね。うん、硬くないのがまだ攻めてもの救いだね。結構 HP 硬くないっていうか HP 低い感じするね。かなり食らうよねダメージね。よしよし、いい感じいい感じ、これはいいぞ。かなり入る、かなり入る。オッケーオッケーオッケー。こいつ弱いわ。ブッキーマーどうなの、ブッキーマー、あ、ブッキーマーもいい感じでダメージ入る。40と入ってんの、いいねいいね。あ、弱いわこいつら、こいつら弱い。あ、やばい、弱いっつってた、疲れた、これ痛い、絶対痛い、絶対痛い、めっちゃ痛かった今、すっげー痛かった。いける、押せ、よし、これちょっとオリバー回復させよう、うん、ここは任せよう。よし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 、サタンドロップ、ヒュンも進化しねえな、早く進化してほしいんだけど。オッケーオッケー、ピタゴラどんどん強くなってくね。ピタゴラちゃんの優秀さ半端ないんだよね。ここでよしで使っとくか。まるまるレベル上がるの近いけど使っとこうぜ。ちょっと怖いわこれ、これから先のことを考えると。 MP 回復薬湯水のことを使ってんだけど、ね、コーヒー飲みまくりや、寝れなくなっちゃうよ。よし開けよう、そういうことじゃねえな、うん、ごめんなさい。え、なんもないのここ、嘘、え、マジなんもないのこの部屋。出た出た、そういうの、あいつは避ける、ちょっとごめん、避けるわこれは、こいつ避ける。オッケーオッケーオッケー、華麗に避けたから、見てこのテク、わーラチェキスちょっと待って、あの、うん、あのテクがどうのこうのとか言ったけど、まあね、あるさ、そういうこともね、そういうこともあるんだよ。やばい、やめて、これやばいちゃん、やばいちゃん大丈夫、よしよし、セーフセーフ、何何何、ガウリウスやべえ、なんかガウリウスがなんかグラビモスみたいなビーム打ってきた、グラビーム打ってきた、こいつなんだてめえ、やるなあいつ、ちょっとめんどくさいやつやから、ちょっと早急にぶっ殺す必要がありそうだ。押せ押せ、よし、眠った眠った眠った、一瞬だけこいつ倒す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 、でヘルゴブヒンをあと殺すね。ヘルゴブヒンはどうなん、40入ってる、40入ってるね。あ、柔らかいね、柔らかいぞこいつ、こいつ結構柔らかい。押せ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 るぞ、いけ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 、押せ押せ、ルッチいけ、押せ、よし、ヘルゴブヒンはいけるね。ちょっとあのワンコロやべえな、なんだあのレーザー、おあんなお前中二的な技使っていいと思ってんのこの野郎やな、ほんまに反則だな。おお、で開けた瞬間、開けた瞬間こんにちはみたいな、マフィンがいる、マフィンが、マフィンここに出てきた、ついに。よし、さあどうしよう、マフィンから行こうか。スチームってこっち将軍は時間かかるの知ってるから、倒すのに先に一番あのダメージが通るやつから殺していこう。痛い痛い痛い、数を減らすっての大事ですかね、こういう時。とりあえず頭数を減らしてこっちを有利に持ち込むっていうのは大事なこと。痛い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 、混乱、痛い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 、しかし押し切った、よし OK。 でコツ将軍もでも結構通るか、レベル上がったの大きいね、ここでね。ちょっとあの回復取ろうか。え、ちょっと待って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 、一人死んでる一人死んでる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 、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け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 、落ち着くんだ、復活させ、まず復活、まず復活、よし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 、でここからアイテム使って、アイテム使って、でね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 、はいはいはい、ゴーはいゴー、よしよしよし、回復させて、でチェンジしよう、オッケー、で行こう、押そう、これやばいこれやばい、これちょっと予想以上に強い、予想以上に強い、予想以上に強い、めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる、ちょっとあかん、もうこれはもう使うぞ俺は、必殺いけ、おら魔法食らうやろお前ら、はい離れて、ドカーン、433強いよ、
ついや、これちょっとあかんわ、これあかんわ、これあかん、これあかん、俺が死ぬ、俺が死ぬ。ちょっとさ、頑張って頑張って。ちょっとめっちゃ強いこと分かった。グラディオン、グラディオンでいくぞ、グラディオン。グラディオン発射！ファイヤー！どうだ？強い！グラディオン超強い。困った時のグラディオン。あいつらやっぱ魔法で倒した方がいいな。グラディオンとは言わねえけど、なんか別の魔法で倒そうか。ちょっとね、ダメだわ。肉弾戦ちょっと振りすぎるわ。うん。ちょっと待って。ちょっと、敵が強い。ちょっと強すぎんよ、ここ。どうするよ、これ。ボス戦やったらもうさ、何も考えずにさ、フルパワー全力でいきゃいいからさ、あれなんだけどさ、ザク戦はやっぱり最初からそんなフルパワー全力でいけるわけもないよね。いけるわけもなくさ、やっぱりそれなりに考えてやらんといかんから。大変だよね。あんまザコと戦いたくねえんだけど、正直。キュアバイタル。あー、待って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 、こいつは逃げる、こいつは逃げる。ちょっとごめん、ちょっとごめん、ちょっとごめん。ちょっとごめんやけど、ここもいける。ちょっとなんかもう、いろいろ、わぁいろいろ、わぁどうしようね、これ。困ったね。まずこれで、自分で行くわ。で、自分でまず、ここで、セーダリアにしとこうか。スチーム。はい、よし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 、さすがにグラディオンほどとは言わんが、グラディオンほどとは言わんが、結構食らってんね。あれグラディオンの方がいいのこれ、もしかして一発さ、一撃で倒せる、30何本一撃やろ。あ、グラディオンの方がいいねこれ。うん、聖なる矢連発するよりグラディオンの方が強いわ。スチームの属性が分かったらさ、それに合わせて打つんだけど、ちょっと属性見るかこれで。今聖なる矢やったろ、衝撃波とか言ってる、風属性とかどう。風いまいちだな。風ダメだ。風あんま食らってねえわ。よしよしよし。あべ、スチームにこれ打つのまずいんじゃねえ。デルル母に行こう。よし、行くぞ。はい。打つ。よっしゃ。これで、まず一匹は葬り去る。行け！ファイヤーストーム。でもさっき風属性食らわんかったってことは、スチームの多分弱点属性なんかあるんだよ。こいつ。ファイヤーボールどう？どう？ファイヤーボール普通だ。ダメだね。でもダメージ量的に考えたらやっぱグラディオンが一番 MP 量から考えるといいね。省エネだわ。意外とグラディオン省エネだね。威力高いから。めちゃめちゃ。意外といいね。よし。よし。よいしょ、いった。オッケー。オッケー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 。じゃあグラディオン一発かまそう。もうあの機械系出た時めんどくせえわ、もう。グラディオンで一発ぶっぱだな。安定だわ。だからオリバーもうすぐね、オリバーもうすぐね、レベル上がるんだよ。うん。レベル上がるからいいんだよ、別にね。ここ先何やる？何もなさそうなんやけど。マジか、はめられたくさい。こっち将軍やばいね、これね。ちょっと削りたいね、これでね。もうすぐレベル上がるからいいや、これで削るぞ。とりあえずグラディオン一発撃つか。やばい、熱戦だ、まずい。熱戦って名前もさ、なんかもう完全グラビモスだよね。グラディオン一発撃つぞ。こっち将軍 A 行きます。まずこいつ落とす。いけ！ほい！よいしょー！ OK。嘘だ！マジか、グラディオン受けて生きてるだと、こいつ。俺の必殺グラディオンを受けて。ちょ、丸また死んだんやけど。ちょっと、丸さん。丸さん、マジっすか。はい。行け！ちょっと、あいつに構ってる暇ねえから、行くぞ。もう行くぞ、俺。ちょ、丸、あとだ、お前復活させる。行くぞ。まず、コッチ職を消す。これで。オッケー。で、ガウリウスもう行ったろ、もう。行こう。力で押そう。ピタゴラだ。ピタゴラで90食らうとか、やばいね。相当だわ。押そう、これ。パワー押しする。力押しや。いけるいける。大丈夫。押せ！よし！オッケーオッケーオッケー。ちょっともうあいつうるさいからちょっと寝ててもらったわ、もうそのまま。オッケー。レベル上がった！よっしゃ！ MP 全開！オッケーオッケー。これ大事。これ大事。よーし。丸がこれでね、もうすぐね、上がるんだけど、火炎か。まあちっちゃいからこの水の玉とかお忘れさせようか。よし。ソロッパ。ソロッパ多分あと1レベルで進化じゃねえ、これ。ヒーロール使おう。で、できたら MP 回復使いたくねえんだよな。丸どうせ次あれだろ、レベル上がるだろ多分。まあ、エクア使っとくか一応。ね、念には念だな。その敵に勝てねえしな、多分な。なんもないとかいうフェイントが多いな。ちょっとやめてよ、フェイント。こんな強いところでフェイントされた。あ、メルチーやめて、辛いよ、このマップ。スチームか。スチーム一応つで殺そう。スチーム一応つ、行くぞ。まずちょっとしっかり殺そう。グラディオンをスチームに撃つ。撃った、よし撃った。でチェンジ。死んでないね、死んでないね。硬いね、やっぱり硬いけどいける。このチビなら、あ、ちょちょちょ、バカちげえよ。なんで上手狙ったし、なんで上手狙ったし、なんか違うんだけど、俺の
俺の意図するところじゃなかったんだけど、こっちだよ。死にかけてるやつまず殺そう。オッケーオッケー、そうしっかり一人削ってからだ。こっから行こう。でここはもう MP 残々使っても大丈夫。丸はもう次レベル上がるはずだから MP 回復するから、まあそこはいいや。いやーでもエスプレッソ一気になくなってきたね。まだエスプレッソ以上の回復薬が残ってるとはいえあんま使いたくねえんだよな。150回復薬でさ MP150 ないんだよ今。うん、だから全開なんだよ絶対。ちょっともったいないよね。30なんでロスだよね。あ、上がらんかったレベル。マジか、やられたわ完全に。しかも14じゃん、絶対回復せんとダメじゃん。いやーマジか、クソ。いっぱい買っててよかったね本当に。そこだわ、それに関しては正解だったと思う。あ、弾あるね。またなんか弾発動、起動しましたよ。また階段できる、また階段だ。なんだ本当に、また階段だった。なんか違う部屋に来たから違うギミックかなと思った。本当に階段だったね。うん、階段できてないか探してみるで。おお、こっから先だぜ。先っぽなんだけど、階段出したことによってガウリウスがいたね。ガウリウスがここできてんね。あれ取りたいね、あれ取りたい。よし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 、来た。オッケー。でこれやばいね、後ろからなんか来てるな。後ろから来てるとなんか来てるな。ブライトスイングってちょっと強そう。ハビッツ、よし。先装備大事。これ剣かな、剣が、まあ、そこそこ強くなるって感じだね。あんまりなんか劇的に強くなるって感じじゃねえな。うん、しょうがねえか、こんなもんかな。こうやって、武器を装備させていくと。よし、当たるぞこれは。これは絶対当たる。ここで一つ期待することがある。今のレーザーソードがこいつらに対して効果抜群であることを願う。デルーラ、ハーとかジョーデとかに対して。どうだ、あれ待って、おかしいよ、なんか出てる。あ、この剣 HP 回復する、やべえ、この剣攻撃するために HP 回復してる、これ強え。いや、塵も積もればなんとやらだぜこれは。あ、これいいね、武器説明見ろよって。あ、これ強えぞ、やべえ。あ、これはいいもんゲットしたわ。ゼロっていうのもまあ HP 全開やからか。あ、これ強い、これ強い。HP 回復だ。いいね。いいね。そういう付加効果大好き、俺。これ来ましたね。時代来た、時代。まさかのカッチッチ熱戦覚えたし、俺が熱戦言ってたら、それ覚えよったや。やるな。まだレベル上がんねえんだ。意外とだね。これはもう押し切るか。これはこのまま押し切ろう。ちょっと待って、見とこう。ほら、相手ダメージ与えると HP 回復やって。これ強いな、これめっちゃいいやん。いいね。いいじゃん。すごくいいね。好きだよ、そういうの。よし。開けよう。ジャボーの城、でけえな。意外とっていうか、めっちゃ、ここ行き止まりじゃん。どうすんの、これ。どこ、これ。あっ、これ完全にこれ、ボスのバーみたいなやつじゃん。これさ。結構戻るぜ、しかも。結構戻らされんな、おい。結構戻らされんな、それだ。鬼畜だわ、鬼畜。いじめられてる、俺。ふっ、これは当たる、しょうがないね。危ない。後ろを取られるぐらいなら、もう自ら当たりに行くぐらいの覚悟で行こう。ちょっと今回、これ、1000ポイント出てこないんで、でもそろそろ出てきていいと思うんだけどな。ダメなんかな。上手行こう。よし。まず即死攻撃怖いから、上手殴ります。よしよしよし、ルッチいいよ、ルッチ、とりあえず手数。これはやっぱね、ルッチみたいなモンスターに装備させてからいいんだよね。ルッチ、手数がすごくね、多いので、助かりますよね。回復量がやっぱ増える。よし、オッケー。あ、じゃあちょっと今この間に、ザッツの段をちょっともう、敵に、ザコ戦結構安定してるんで、ザッツの段ですけど、ザッツの段ってちょっと実況に関することですけど、今3つシリーズ上げてるわけですよね、大きくね。3つシリーズ上げてて、その2の国を見てる人が、その視聴者層が被ってるかどうかっていうのは正直謎。っていうか多分被ってないと思うんですけれども、一応まあ、同じチャンネル内ってことでお話しさせていただくと、いつもね、水曜日にスケットティンクの途中参戦 COD っていう動画をアップしててね、まあ、割とそこそこね、そこそこご好評だったんですけど、最近アップされてないということですけどね、それに関してね、ちゃんとね、言っとかんといかんなと。その動画が上げられてないんで言えてないんですけど、まあ、試合がないということでございます。はい。まあ、スケットティンクのですね、途中参戦 COD の特性上ですね、なかなか普通の試合
は存在しないわけです。普通の試合じゃダメなわけですよ。で最近やっぱコールオブデューティーゴーストというゲームはですね、人口が減ってきておるわけです。かなり力の魔石いいね、かなり減ってきておるわけですね。でその結果ですね、取りたいんだけど取れないという状況がね非常に続いております、今現在のところ。もうそれはもうですね、楽しみにしていただいているのは重々知ってるんですけれども、でその楽しみにしていただいている人たちのですね、まあ、ためにですね取りたいし、自分自身も取りたいという気持ちはねすごくあります。言ってきますけど、めちゃくちゃありますがですよ、まあなかなか実は伴ってこないということでございますね。なのでまあ毎日トライはしてます。毎日1試合取れるかどうかっていうのはですね、遅く帰宅した日でもですね必死にトライしてる、それぐらいに今ね取りたいって気持ちがとにかくめちゃくちゃある、そんな状況下なんですけれども、それでも取れてないということでございますので、今しばらくねそちらのシリーズ楽しみにされている方は待っていただけたらなと思います。はい、まあ、もしかしたら次回作まで上がらないということはね十二分にあるんですけれども、それよりもさ回復しないね、混乱えらい混乱回復しないね、ちょっと待って、おおやっと回復した、辛い辛すぎだよこれさ、セバめっちゃ今ので MP 使ったぞ多分さ、あれだわ、混乱回復はさウッキーが持ってんだよ、でもピタゴラまで混乱しちゃったからウッキーに変えられなかったんだね、そういうことだ、かなり痛いなそれは。まあそんな感じで、ちょっと話脱走しましたけれども、ステップテニス 53cmOD はそんな感じでやっております。はい、ということで取らないつもりはないんですけれども、なかなか伴ってないということで、察していただけたらと思います。はい、さあそんな感じで二の国やってますけれども、ちょっとお兄さんオッケー、いいが入った。よし、押せ、あげー、グレッツ。あ、そうだ。二の国もね、言うとかなあかんことあるわ。二の国も言うとかなあかんことある。この動画ちょっと久しぶりにちょっと時間アップしてますから、そこでちょっと話しておきましょうか。ですね、二の国ね、やっぱね、俺ね、ゲームで、特に RPG かな。RPG においてですね、マルチエンディングはあまり好かないです。それはね、結構ちょいちょい言ってるんですけど、マルチエンディング RPG では好かないんですよ。あんまり良くないと思ってます。で理由はマルチエンディングってことはやっぱりですね、2周目が必要になってくるわけです。その、まあ、2周目のさせ方にもよるんですよ。2周目のね、例えばラストのとこで選択肢を変えるだけで見れるとか、魔人と失われし王国みたいな感じの、本当に終盤の方をちょっと変えるだけで見れるみたいな、そういうマルチエンディングは まあまだ別にいいんですけども、そうじゃないマルチエンディングって結構あるわけですよね。例えばもう完全にまた最初から始めないとできないみたいなマルチエンディングってのは結構あるわけです。でそういったものが多い中で、やっぱねマルチエンディング最初からやっちゃうとね、何が不便かっていうと、その全部ストーリーを知ってるわけですよ。俺自身ね見ちゃってるわけですよ。でその見てるやつをもう一回やると、ストーリーを見た RPG をもう一回やるっていうのはすごい苦痛ですよね。めちゃくちゃ苦痛だと思います。もうね、2回目ストーリー見れるっていうのはよっぽどっすよ。相当面白い RPG ですよ。昔で言うところでですね、私昔何周もしたの。まあ、ドラクエシリーズ結構初期の方はですね、何回もしてますし、あとマリオ RPG。あれは相当やり込みましたね。だからそういうやつじゃない限りね、もう無理ですから、2周っていうのは。で、それがあるんで、実は RPG 実況はですね、マルチエンディングがあるかどうかっていうのは、購入した瞬間、実況を始めるときにですね、実はチェックしてます。それチェックします。で、二の国も、一応攻略情報は見ないというのはずっと守ってます。攻略情報は見てないんですけれども、クリア後どうなってるかというのだけはすいません。見させていただきました。マルチエンディングがあるかどうかっていうあたりだけは、二の国すいません。情報として見ました。で、結果から申しますと、二の国はクリア後要素があります。クリアした後の要素があります。クリアしてからじゃないとできないクエスト、クリアしてからじゃないと発生しないクエストがあります。で、ミノクの実況ね、まあ見てくれ、ミノクを見てない方が見てくれてるのが多いと思うんですけども、やっぱロストオデッセイの時も言いましたけれども、もうそのゲーム実はクリアされてるんだけども、俺の実況で見てくれてるという、もうすごくありがたい方、おられるわけですよね。二の国もおそらくそういう方はね、もしかしたらおられるかもしれないので、もしかしたら俺の実況見ながらね、キンクさん実は、終わりじゃないんだよって、まだ途中なんだよってことあると思うんですけれども、クリアしてから俺攻略情報を見ることはカットしてますんで、クリア後の要素に関しましては、やります。
久しぶりに、ロストデッセイみたいな感じで、パート何としての区切りは一旦やめますけども、クリア後にしかできないクエストとか、クリア後にしかできない要素に関しましては番外編としてアップロードするつもりしてますんで、今私が持ってるのがですね、全てのダウンロードコンテンツが入ってる、バージョンです。全てのダウンロードコンテンツが入ってるバージョンですので、そういったこと可能ですので、クリア後の世界って当然やりますんで、お楽しみにしていただけたらと思います。はい、こんな感じですかね。それ一番重要なことですよね。だからあのクリア後の世界見ただけでクリアまで あの攻略に関しては全く見てないですからね。あの攻略サイトとかあの見られる方っていうのはどれぐらいおられるかわかんないですけど、攻略サイトとか見られる方ね、あのイメージしてくれる方もいると思うんですけど、見るとね、あのクリア後の世界、左にあのストーリーの進行がガーって書いてあるわけですよ。これぐらいまで進んでたらこれみたいなのがいろいろ書いてあるんですけど、クリア後の世界っていうのは ある時はね、それもね特筆して書いてあるんでね。来た、ちょうどセーポイント、ジャボ戦かなこれ、やべえな。ということでちょうどセーブポイントきましたね。ここセーブしたと思います。はい、でもあのそのクリア後の世界っていうのがあるやつは、左にストーリーの進行と別でクリア後の世界とかクリア後の特典とかって書いてあるんで、そこしか読んでないんで、それ以外のことは全く分かりませんので安心してください。はい、ということでちょうどキリがいいんでここでやめたいと思います。次回ジャボ戦なんですかね、ラストになるのかどうか分かりませんが、お楽しみに。それではここまで見ていただいてありがとうございました。また良かったら次のパートを見てください。それではお疲れ様です。